ラジオネットで今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキやっていきたいと思います。ということで、生マルチですね。ペッカ工事で生マルチ。今日はね、マジアチャ型やっていきたいなと思います。でなんですけど、今ね、ちょっとマジアチャ型が流行っていて、あのね、グローバルの上位の方ですね。で、まあ、俗に言うなんだろう。めちゃくちゃ、ペッカ工場使いとして有名ではない、まあ、俺ぐらいの、なんだろう。俺ぐらいのっていうのはおかしいな。まあ、比べるのもおかしいんですけど、いつもその上位にいる人っていうのがいるんですよ。で、俺とかは結構やっぱ、全体的にその上位の人とかと比べると、やっぱ劣っちゃうんで、でもそういう人でも、今結構ね、このマジアチャ型で上がってるんですよね。そう、多分、その元々あった、ガゴーゴースト型が難しいんですけど、もう完璧にマスターすればめちゃくちゃ強い。なんですけど、この完璧にね、完璧まではいかなくても、ある程度マスターしていれば、グロね、10位ぐらいまでいけちゃう、そんなデッキになってます。で、なんですけど、これがね、結構今、鬼流行っていて、マルチで圧倒的多分一番多いデッキなんですよね、これが。そう。もうペッカ環境なんでね、今。今のうちにね、使っていこうという感じで、今ね、6600円で、ここから生マルチ行きたいと思います。ということで、行きましょう。よいしょ。生田、宝箱あげる。ね。行きます。まあ多分ね、マルチなんでね、秒殺でね、結構秒でマッチングするかなって思うんですけど、来ましたね。まあ、とりあえずは、言うのですね。で、今回、ダックプリとマジアチャで、ゴースト3号型よりね、若干だけ重い。若干だけ重い。若干だけっておかしいかもしれないね。いや、まあさ、それさ、あれなんだよ。今、一発でペッカでやってたらんぐん。よし。はい、ってな感じで、ラムですね。ペッカラムだと思うんだけど。なるほど。なるほど。それね、新しい。これね、結構ザップとか打ったらね、あちあちの展開だったかもしれないですけどね。なるほどね。ってことは、まあ、言うてデビトラは、今日でもいい。でも、ここ、鬼弾いて、よいしょ。OK, OK。まあ、ベビドラの方が若干もらっちゃったんですけどね。こっちも言うて入ってて、こっち今これ、多分、何かしらで対応しなきゃ、エレッカーで対応、いや、今のマッチャーチャーとかでもよかったか、ワンチャン無視して、逆サイ、古城ベーベーでもよかったな。タルババじゃなくてゴーストなんで、簡単にね、ニコスでコローンって守られるってことがないんでね。タルババでもよかったんですけど、まあ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 。で、ケツ工場ですね。ケツ工場をしていき、これね、エレッとかで守られると思うんでね、そっちの方は許容して、ある程度このババが殴ってくれるんでね、そっちは許容して、こっちはペッカで受けてね、まあいければいいんじゃないかなと思うんですけど。マッチはね、タクリでまとめてチャって殴っちゃえばいいんじゃないかな。なんで飛ぶん？それで。よいしょ！いいよ！いい雪玉。で、これが、相手は今、ラムぐらいしか陸域がないんでね。いや、入ります。ありがとう。オッケー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 。センキューセンキューセンキュー。で、これマジアチャですね。で、ここは、ある程度受けてもいいんで、エレキで完璧に守らずに、ペッカですね。で、なんでペッカで守ったかっていうと、エレキよりも先に繋がるんでね。で、小島場ですね。で、ここでポイズン。打っていき、ユキちゃんも打っていきます。よいしょ。で、エレキをね、早めに潰してあげて、よいしょ、という感じで。で、またユーナが来るんで。で、ダックプラーで守ってあげて、いやー、頼む、なーですね、これは。さすがに。まあ、この辺はマジアチャで許容しながら、守ってあげて、もしライトが来たらね、ポイズン外している。これペッカですね。はい。で、まあ、エレキを持ってればね。で、今、これ、ポイズン使ってアドを取ったんでね。ここはもう、圧倒的ペッカポイントですね。で、ここは、はい。よいしょ。もう、ペッカもね、何もかも、ポイズンも何もかも使っちゃったんで、この人は。もう終わりっすね、これで。あとは、これを追加。もうエレキ2枚目出ちゃったから、もう、動けないからね、ペッカなんか。
はい、まあ、じゃあ追加という感じで、まあ、はいはいはい。もうカウンター命ですね、このデッキは。ありがとうと。グッドゲーム、ありがとうと。まあまあまあ、俺を置いていき、まあ、とりあえずね、こんな感じでね、バシバシやっていこうかなと思います。よいしょ。はい。なんですけど、まあ、結構ね、ペッカ対面が多いですね。だから、多分今シーズン、ペッカでトラ上げする人は、多分少なからず、ペッカがね、増えてるんで、そう。なんで、ペッカミラーが多分上手くなる。ペッカ対面の対決が上手くなるですね。今シーズンやる人は多分。うん。なんで、まあ、ペッカと当たったらね、こうやれば勝てる、こうやれば負けるっていうのはね、結構あるんですね。ダニパイセンもこれはね、ありがとうございます。タイトルに。まさかあのプロプレイヤーと遭遇って書きます、俺が。もう。よろしくと。ダニパイセンはね、ペッカ工場使ってた気がするんですよね、ゴースト型の。で、確かね、確か。カラバクロ。あ、ペカ工場ですね。はい。おー、エルキを使っていく。なるほど。出ない、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 出ない。え、待って、出ない、出ない、出ない。え、待って、やばい。やばい。え？やばくね？やばい。これやばい。絶対なんか来る。言うの。うわー、終わったー。これ飛んでから。うっ！やばい。マジで終わる。やばい！なんでだよ！なんでこんな時にラグんの？なんで？わかって。イエス。今さ、ダニパイセンと当たったんだけど、めっちゃラグった。最悪なんだけど、マジで。え、なんでやばい。いや、実写だったら中野ミクで捨てようと思ったのに。いや。いや、通らん。それは通らん。え、なんでだよ、マジで。なんで。マルチ。そう。で、今、ダニパイセンとさ、当たってさ、うわ、ダニパイセンだっつって、めっちゃテンション上がってたのに。開けないで。ペカ工場。あ、ミラーか。そう。で、エレキが来て、ポイズン出して、出なくて、で、ここにマジアチ出したら、すべてが終わった後にどっちも出た。つれえ、マジで。なんで今切れたん？マジでつれえんだけど。ゼロスもこの前、ラグった動画上がってたな。マジ炎上してた？まだ炎上してたよ。やばい、マジでもう、最悪だよ、ほんとに。なんでだよ。ノーカンっすね。やべえ、もったいね、せっかくダニさんと当たったのに。もったいねえ、マジで。もうそこそこダメージ入ってるし、なんか知らんけど。もうさ、早く出してんのに。なんでだよ、マジでなんでだよ、もうほんとに。あー、温まるわ、マジで、もうほんと。俺こんなことなかったのに、一回も。つらー、マジで。つれー。切れそうなんだけど、普通に。一回、ちょっと、一回切って。ティキリーン、ティンティキティキリーン。やばい、 50% から進まない。うい、最終戦行きたいと思います。マジっすか。うわ、もったいねえ。もうこのさ、もうみんなが一番見たかった今、ラリさんとのペッカミラー対決。もう最悪だわ、マジで。つらっ。ロリコン族の人だ。よろしくと。何使ってたか分かんないな。だからロリコン族の人がね、結構いいの最近増えてるんですよね。そうね、ロリコンなんですよね。よいしょ。ああ、エレキの調子がいい、今日は。いいよ。うわ、2発入るやつだ、これ。やだー。ペッカ使おう。えい。あ、一発入る。
おいピー26、勘弁してほしいんだが、26は違くね、それは違くねって焼き鳥も言ってるぜ。これよいしょ、焼き鳥の口癖なんですよ、それは違くねー。 OK、 はい、Thank you man、 Thank you man。 これ壊してくれる、壊してくれたらもう工場です。あー、それは良くない、出たよ、あー良くない。これさー、走らせたらさー多分逆来るんだよね。あー、よかった、ならいい、ならいいです。これ一発で済まないのかな、済まないね。まあ、言うて、シャシャリ工場をミスって、このダメージを抑えられたのは良きでしょう。あと3枚で、ホガーが回るんで、これもう一回ケツペッカしていきます。相手はマスケも切って、これね、ケツアイゴレとか、コマ系のね、キルとかね、そんくらいしかやることないんで、お、ここで逆サイゴレホーかな、ワンチャン。ワンもちゃんも。いいね。もうウッド切ったんで、ワイは後ろにエレキをつけて、ファイボだけじゃ飛ばないマンをしようかなと思う所存であります。で、とりあえず、はい。OK、いいよ。いやーだー、全然通らねえし。これね、ホーが来るんですよ、マジで。やばーい、やだ。ペッカしまーす。ペイン。ワンチャンこう釣り方が来る。来ない。うん、来た。やだー、これ。ねー、これさ、あれだわ。あれだわ。これ5来る。来る？来るの？来るか？来たー。てんてんてん。いや、これさ、すぐ5来るやつだな、これ。もう知ってるよ、俺。いい。一発入る。いい。よいしょ。いい、そこそこいい、そこそこいい。いい、全然よくねえ。全然よくねえんだけど。全然よくねえし。全然よくねえ、マジで。ぬれ！あー、負けたー、マジで。あー、カムカムするよー。ちょ、もう一戦いきます、グッドゲーム。あー、26はやっぱ暴されるんだよな。26とクロスはやめてってあれだけ言ったのに。あー、ダニさんもう一回来ねえかな。ダニさーん。ダニパイセンね、結構、ファブがラットとかね、ファブの時に、てか、ホテル、前のファーストシーズンおかしいな。2018年のね、クララリーグはみんなホテルだったんで、これ家じゃなかったんですよね。それからみんな暮らしてるとか一緒だったんで、えいっつってね、部屋に押しかけて、やばい。部屋に押しかけて、そう。なんであのね、結構交流の機会があったんですよ。なんで、ダニさんとかの部屋に行って、ウェーイってやってたんですけど、あのね、ダニさん結構寡黙なね、イメージがあると思うんですけど、まあ、寡黙なんですけど、結構ね、なんかノリが良くて、なんか、ダニさんだけ、あんま喋らないんですよ。でも、普段はやっぱり。なんだけど、あの、ラットとかがマック好きで、あの、なんか、よく夜中のね、3時4時に、あ、マック行きましょうよってなるんですよ。そう、その時に、ダニさんが、マジマックの時だけ、行くかーつってめっちゃ乗り気。なんか、ちょっとじわる、マジで。ダニさんってマジで何も喋らないイメージあると思うんですけど、てか俺もあったんですけどね、実際。ねえ、マジやばくないこのバルーンレイジ。7コスをこんな簡単に、もう、端前ペッカと同じですからね、言うたら。もう、言うたら。コストだけで考えたらね。言うてしまったらよ。オッケー。なんか結構、エリー有利な気がする。あ、ケツペッカでよかったな、これ。ま、ええわい。これは、だーもういいわ。めんどくせえ。マジなんだこのさ、端前7コスをさ、バチバチにやってくるじゃん。やばくない？ドヤンキーなんだけど、マジで。やばい。本気すぎ。
もうすぐ行くから俺。えい、入りました。もうあんなバルーンばっかね、よくねえからマジで。やべえから。これすぐ来るから、ババーンってバルーン来るから。来ないですね。来いや。せっかくなら。来るなぁ。でもさ、フリーズ来そうなんだけど、怖えぇ、マジで。うわぁ、そういう感じね。ちょ、もう行っちゃうわ。もう一直線で。鬼一直線だけどね。やばい。おーい、あ、ちょ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 、危ない危ない危ない、やばい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 、これ絶対ごぼり来るから、ごぼりじゃない、危ねえ、っていうのは、このね、スパーキーを無効化してくれるんで、強えんすね。OK。倒せ。かませ。OK。来た。これ来たよ。雪玉。よいしょ。あざっす。ありがとう。はい、ってことですね。今日はね、まあこんな感じでね、いや俺も20勝してるよっていうところをね、教えてあげたいところなんですけれども、はいと、まあね、まあそんな感じでね、あーちょっとカリカリしてしまった。いやマジ電波さー怖えんだな、マジ。いや電波いいんすけど、言うて多分俺がいる部屋があの Wi-Fi のところから一番遠いんすね。で関係あるかは分かんない、俺そこら辺疎いから分かんないんですけど、めっちゃドア閉めてやってるんで、多分ね、そこでもうね、あの Wi-Fi が、あの、シャットアウトされちゃってる。絶対関係ないけどね。ってな感じで、今日はね、こんな感じでやってたんですけどね。まあ、まあまあまあ、もうちょっとね、トロ上げてから、今ね、ないだろう。500位かよ。もっとね、トロ上げてね、バシバシやっていきたいと思うんでね。で、明日は、あ、そうだ。明日でね、多分結構動画をね、細かくポン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 って上げる予定なんでね。で、そちらの方もね、楽しみにしてください。ということで、今日は終わります。